どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りがモリモリできちゃいますよということで、日々レッスンガンガン公開しております。今日も張り切ってやっていきます。今日取り上げたい曲はロックンロールの王様、この曲ドーン、キャロルのファンキーモンキーベイビー、とうとう登場でございます。このロックンロールソング、ウクレレ一本であの雰囲気踊れるこのやつです。このやつやっていきましょう。これはね、今日はなかなかすごいですよ。めちゃめちゃかっこいいロックンロールはもうウクレレでもすごいいけますか。めちゃくちゃおすすめです。はい、やっていきましょう。本日は G ラブのブラックビューティーモデル、この曲にふさわしくないですか。このかっこいい、もう革ジャンと革パンツでこう弾きたい、こんなブラックビューティーと。はい、簡単バージョンではこちら初めてウクレレをね使っていこうと思うんですけど、はい、この G ラブ、いつもね使ってる G ラブウクレレたち、ただいま大好評にて販売予約受付期間の真っ最中でございます。ただいま、このブラックモデル、ブラックビューティーモデルをはじめもね、もうめちゃめちゃいいウクレレラインナップ勢ぞろいしてますからね、ぜひ概要欄に詳細貼っとくんで、他のウクレレもエレキウクレレとかもありますし、アンプもあるしね、とにかくチェックしてください。最強最高のウクレレでございます。よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、タワーレコードにて8月、9月で、全国3カ所、東京、渋谷、長野県、上田、大阪、八尾でですね、無料インストアライブイベント決定でございます。はい。こちら詳細ですね、ちょっとぜひ見てください。これはですね、ここに、あるね、この黄緑色のソングブック6の発売記念無料イベントということなんですけど、このイベントにですね、ちょっといい感じで参加してもらいたいんで、ちょっと詳しくは概要欄に貼っとくんですけど、これ無料なんでウクレレ持ってですね、皆さん駆けつけてください。もう夏の思い出作りにも最高です。はい。ウクレレ持ってきて大セッション大会。これはもう見逃せないです。ぜひチェックしてねと。はい。これに合わせてこの黄緑色の本が8月17日に出版なんですけど、はい。この今ずらっと並んでるこのイットミュージックの本たち、累計で20万部突破というとんでもないことになっております。20万部を突破を記念した、はい、ガズレレフェアが8月中旬より開催になります。はい、はい、このガズレレフェアではですね、このフェアを開催している書店さんでガズレレ本を、指定のガズレレ本を買っていただいたらですね、漏れなくこのノートブックがプレゼントということになります。すごいでしょこれ、ノートですよこれ、オリジナルの、これはまだ買えないノートですからね。あとそれと抽選で3名様に初めてウクレレが当たっちゃうよ、初めてウクレレっていうのはこれですよ、これが当たるよというね、そういうキャンペーンがあります。ぜひそこでよろしくお願いします。とはいえ Amazon でも予約になってますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、それではレッスン入っていきましょう。今日も2バージョンでやっていきます。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン。今日コードはね5個ですから、これは初心者さんでもいけるけど、あのロックンロールの感じ歌で表現していく、これが大事になります。後半はかっこいいバージョンですけど、このかっこいいバージョンはですね、ロカビリービートでもうめちゃくちゃロックンロールに仕上げていきます。これね、絶対トライしてみてください。いけますよこれ。かなりノートル要素も高いですけど、楽しいです。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。まずはひとまずは音楽をスタートしましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分で大好きな曲を自分でこうプレイできるわけですから、今まで聴いてたものが今度やるに代わりに回る、こんな楽しい思いガズレレでスタートしてください。さあ、レッスン始めていきましょう。ファンキーモンキーベイビーキャロル、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。Funky monkey baby, 踊けてるよ。だけど恋しい俺の彼女。君は funky monkey baby, イカれてるよ。楽しい君といれば。Funky monkey baby, 飛んでいるよ。歌も楽しい君 tonight and day。
けてるよ。だけど恋しい俺の彼女、君はファンキーボーキーベイベー、イカれてるよ。楽しい君といれば、せーの、キャロルのファンキーモンキーベイビーガズレレリゆっくりバージョン、簡単バージョンやってみました。いかがですか、このねシンプルなコードでゆっくりでも歌の歌い方、君はファンキーモンキーベイビー、このロック魂は歌ですから、やっぱハートから歌をガッと出す、これがポイントかなと。だってウクレレはジャン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 って4つ弾きですからね。はい、ですからやっぱこの歌でね表現するっていうのがこの曲はすごいと思うけど、シンプルですね。あのね、ほんとロックンロールってねこんな簡単なんですよ。でも簡単の簡単イコールダメじゃないですよ。簡単こそ素晴らしく、簡単こそ輝いていて、簡単こそ難しくて、簡単こそ深いんです。これがよくわかる曲だと思います。これは全身全霊でいきましょう。フルコーラスです、やってください。はい、まずガズレレの動画にはこう歌詞が出てますから、それ見ながら一緒に合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガンさんの今やった簡単バージョンに合わせて一緒に弾けたら1個目のゴール達成だと思います。ここまでできた方おめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで、ウクレレで歌を歌ってリズムを取ってコードを弾いて、音楽をつまり生み出すという、これがね素晴らしいと思います。とはいえ最初から歌詞とコードを全部覚えるのはやっぱりちょっとね時間かかるでしょうから、まずは楽譜練習がいいと思いますね。楽譜を何回も見て何回も見て覚えてるうちに覚えちゃって、夕日に向かって大空に向かって太陽に向かって汗かきながらこのロックンロールを歌う、こんなのが素敵だなというふうに思うんですけど、でも楽譜って一体どこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はガズが手書きで書いているこのね、手書きのノートの楽譜を見ていきました。はい、これがまたちょっと今日見てください。はい、ちょっとこのロックンロールでこの 1,2,3,4,1,2,3 って早いから、こんな風なペースで書いていったらですね、なんとこんなに隙間ができちゃいました。というのも繰り返しが多いんですよね。だからめちゃくちゃシンプルなんですよ。だからこの1ブロックというか4ブロックを1行に書いていけばよかったなと思ったんですけど、そうするともう空間ばっかになっちゃうからね。まあまあでも読めるからいいかということでこんな風に書いております。でこれもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きくして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになるとその楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、とガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。ファンキーモンキーベイビーキャロル、楽譜見ていきましょう。はい、イントロですけど、これねロックンロールってね、こうリズム早いじゃないですか。デレッ
テレッテレン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 。このギタースローがね、もうめちゃくちゃね、印象深いメロディーなんで、皆さん、今みたいにガズみたいに口ずさむのがおすすめです。ほいで、止まって、君はファンキーモンキーベイビー、こんな感じで入っていきます。で、ここ止まる。この止まるところがね、大事ですよ。これがポイントになります。はい。コードもこんな感じでいきます。ここも止まる。止まるっていうのはうまく表現されてますよね。はい。こんな感じでシンプルなんですけど、一応奥が深いです。これは歌も。はい。こんな感じで映しておくので、一時停止して皆さん、この通りに書いていただくと、あ、ここちょっと説明しよう。これね、後で繰り返しがあるんですね。この A パート。1回目はここ C で、2回目も C なんですけど、これ終わり方があって、かっこいいバージョンではちょっと弾き方変わってるぞということで、後で説明していきますけど、はい。繰り返しがあるということです。はい。こんな感じで映しておくので、皆さん、一時停止してノートなどに書き出してください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってるガズの手書きノートをデジタルデータでお手元にダウンロードしていただくのもめちゃくちゃ今日も有効でございます。ガズのノートの特徴言っていきましょう。はい。言葉の上にこの点があったり、この部位があったりします。これ何かというと言葉のタイミングがわかります。見ていきましょう。うん。これ休符です。うん、君はファンキー、モンキー、ベイビー。ベイベーのところから C が始まります。ベイベー、うん、うん、うん、おどけてるよ。はい、休符ですね、これは。で、G が始まります。だけど恋しい。はい。これでリズムがめっちゃわかる。あとは歌詞カードには載ってない、この伸ばすとこ。恋しいとか、こんな感じの歌詞カードには載ってないですからね。これがめちゃくちゃわかりやすい。あとこのワンブロックのこの歌詞の位置関係とか、かなりね、こうリズムにもね、ヒントがたっぷり詰まった、このガズレレ手書きノート。これめちゃくちゃね、有効ですよ。皆さんもぜひですね、ガズクラブに入っていただいて、このデジタルデータ、お手元にダウンロードしてご活用いただくのもおすすめですけど、お時間ある方、この通りに書いていただくといいと思います。まずはこれイントロと A、B 一時停止で書いていってください。ここが5ブロックになってますね。はい。ここタトとタトとって書いてあるけど、これかっこいいバージョンではここ決めを入れていきます。はい。でしかもそもそもこれかっこいいバージョンはロカビリービートっていうビートで全部やりますから、ね、かなりノートレです。でここ C メロいきましょうか。君はファンキーボンキーベイビー飛んでいるよ。はい、いいですね。歌も楽しい君と並んで、で、あーをやってから感想です。これイントロと同じテレ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 ってなって、でここツタタタいったら今度、B メロからいって A メロです。 B メロ、はい、愛されてるいつもサティスファイやってから、今度ここに戻るわけですね。ここ、ここもう一回ここも止まって、で終わる。これフルコーラスバージョンです。でかっこいいバージョンでは最後のシーンのところでちょっと決めというか、まあこれ簡単ですけど後で説明していきます。こういうねシンプル構造なんですよ。めちゃくちゃ簡単なコードなんですけど、シンプルの中にこそ深みがあります。はい、ぜひ体験してみてください。はい、じゃあちょっとコード見ていきましょう。今日コード5個なんだけれども、今日ロカビリービート使いますから、この赤い点がね、後で、とっても大事になってきますけど、ひとまずは、今のシンプル簡単バージョンは、普通のこの5つのコードです。この黒い点のところ、赤い点を後で説明します。今映ってる C と Am、F と Dm、G7 は、ガズレレではもう超入門コードのグループなんで安心してください。ガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めた初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがあるんです。でも10個もあるのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に、分かりやすい動画貼っとくんで、ぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていく。その前に、何回も言いますけど、これ歌でねロックのドライブ感を、表現していってください。君はファンキーモンキーベイビー、ほどけてるよ。このなんかロックな感じ、このなんつの、わかる、これを君はファンキーモンキーベイビーって歌っちゃダメです。君はファンキー、今度ちょっとワイルドな感じがいいじゃないですか。もう A ちゃんにもなりきってですね、しかも若かりし頃のもうね成り上がりの頃の矢沢永吉さんですから、もうそれはもうやんちゃな感じで行きたい感じですよね。これは だから落ち着いてこうね、こう優しく歌うっていう感じじゃないですからね。その辺でロックをこう表現する、この荒削りな感じ、これボーカルで表現するしかないですから、ウクレレはですね基本ソフトな音ですからね。ロックの曲やるときはやっぱこの歌の要素がやっぱり今度大事になるかな、なりきってやるのがポイントだと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはねコードは全く一緒なんですけど、さっき言ったようにですね、今日ロカビリービート、もう今日いきなりここから弾き方の解説になりますけど、今日のね、弾き方ロカビリービートです。これがまあやばいリズムなんですよ。はい、ちょっとやってみると、はい、今ここ赤い点があるコードね、5つあるでしょ。 C と Am と F と Dm と G7、 これをですね、赤い点をですね、このタイミングで弾いてください。こうです。トトタトトトタト。タが今赤ですね。で、赤いところは、
こっちの赤い点と一緒になってます。 C でやると C C ド C C C ド C 今トって言った時が押さえてます。これが C です。 C の時はここが赤い点ですね。 C C うん C C C うん C ここここここで A マイナーのところ、 A マイナーはここです。ここ同じとこ C のところの同じ3弦の2フレットで、 F の時も、ここ3弦の2フレットで、ここから、D マイナーになるともうここ押さえてるから D マイナーは2弦の3フレットに変わります。赤い点がで G7 も、2弦の3フレットになります。はい、これでロカビリービート。ちょっとやってみる。イントロいきます。ワン、ツー、スリー、デレッデレッ。次 G7 小指見てね。次 D マイナー、次 F でです。はい、右手はですね、これ疾走ビートっていうリズムなんですよ。 C でやってみるとトトタトトトタトトトアクセントトタトトトタトトトタ、このトトタトトトタ力を入れるアクセントが強いところでこの赤い点を弾く。トトタトトトタトトトタ、はい、ちょっとコード進行で練習してみましょうか。まずじゃあC A マイナー F D マイナー G7 で練習していきます。1,2,3,4。 まずは3弦の2フレットでタコ、 A マイナーも3弦の2フレット、次 F も3弦の2フレットです。次 D マイナーになると2弦の3フレット、次 G7 も2弦の3フレットで赤い点。すごいでしょ。こうやってかなりこれノートルです。これをやりながらリズムに乗って、ドライブ感満載でリズムキープをしながら歌うわけですから、なかなかすごいことになっています。ちょっと歌い出し、君はファンキーモンキーベイビーからやってみましょうか。ここ1行目止まりますからね。せーの3、はい、君はファンキーモンキーベイビー、止まる。おどけてるよ、だけど恋しい俺の彼女、ファンキー、こんな感じですよ。これはですね、 D マイナーと F かなりややこしいです。なぜなら D マイナーは、赤い点が2弦の3フレットなのに、 F の時は3弦の2フレットですからね。こことここの位置がちょっと変わるんで、ロカビリービートが分かりづらくなります。この辺のことをやりながらこれ歌ってリズムキープするっていうのはね、かなりノートレです。しかもかっこよく歌いたいわけだから、ロックンロールでね、もうあの若からしい頃のもうね、もうカミソリのような矢沢永吉さんの気分で歌いたいわけですから、これはもうひたすら練習しかないです。でこのロックンロールの感じがよく出てるんですよ、これがね。ちょっとね、 A メロのところをガズさんのデモ演奏を聞いてみてください。ワン、ツー、スリー、フォー、君はファンキーモンキーベイビー、ほどけてるよ、だけど恋しい俺の彼女、君はファンキーモンキーベイビー、ここはもう止まらない、惹かれてるよ、ツタタタタタって書いてあるのはいつも出てくるやつ。最初にチャを弾いといて、チャッパ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 って次のバースに進んでいきます。あーいいっす。ここもロカビビートいつも最初は、はい、次いきますよ。君がいなければ baby、 ここ No 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 No、 ここは2拍3連というリズムで、G7 で No 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 No、 はい、これカッティング登場ですね。カッティングできたら入れてほしい。これカッティングなくてもいいですけどね。ない場合だと、君がいなければ baby I am no 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 no、 君はファンキーモンキーってなりますけど、カッティング入れるとダッ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 、キレが良くなります。カッティングっていうのは左手で音をパスって止める、これをカッティングと言います。カッティングのやり方、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、濃厚解説があるんでやってみてください。あ、そうだ、このロカビリービートも概要欄に、めちゃくちゃ詳しく解説してる、ページがあるんで、ね、動画があるから、そこで見てもらってもいいかもしれません。話を戻しますと、君がいなければ baby I am blue no 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 no、 君がファンキーモンキー、こんな感じでですね、2拍3連というリズムですけど、ダッ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 、これが、まあ、すごい勢いでこう決めが、出てくる。
ぞと。ここは唯一のですね、あのインパクトのある決めですね。あとはもうロカビリビートで、あとツタタタタっていうそこら中でこう入ってくるんでね、テロップを見てでね、皆さんちょっと気づいてください。はい、こんな感じになってます。だからシンプルはシンプルなんだけど、シンプルの中にこそある奥深さ、難しさ、リズムキープとかドライブ感だとか、言葉のこの雰囲気、ロックの感じを出すということがですね、まあ要求されるというか、そここそがこう面白いところなんでございます。さあロックで決めちゃいましょう。ウクレレでロックンロール、かっこいい夏にこれも合いますね。はい、やっていきますよ。かっこいいバージョン、キャロルのファンキーモンキーベイベーガズレレでかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、Three, and that's the devil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 .バージョンやってみた、めちゃくちゃかっちょよくないですか。これはもうほんとパワフルでもエネルギッシュでも汗だくで、なんかロックンロールしたい。ロックンロールってやっぱりこうなんかたぎってきますね、思いが。ぜひ皆さん熱い思いとこうノリノリロックンロールでやっていきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、うわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね、楽譜に手で書いていくんですよ、このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ曲
教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんでほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、あのストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。